こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書自然との共存小笠原諸島の資料の解説をやっていきたいと思います。小笠原諸島というのは東京の南約 1000km に位置する30余りの島々のこと。それらの島の中で父島と母島の2つの島に村人たちは暮らしています。日本の本土からこの小笠原諸島まで行く方法としては基本的に東京からの船便しかない。そしてそれは24時間もかかる。それぐらい日本の本土と小笠原諸島は離れているんだね。そんな小笠原諸島では波や風の働きによってたどり着いた動植物たちが長い時間をかけて独自の生態系を作り上げた。だからそこは小笠原諸島でしか見られない貴重な固有種の宝庫となっています。例えば小笠原諸島でしか見られないカタツムリは今100種も発見されている。そうして2011年平成23年にこの小笠原諸島は世界自然遺産に登録されました。そしてその素晴らしい自然を楽しみたいとたくさんの観光客がこの小笠原諸島に押し寄せることになる。それによって今度はこの小笠原諸島の自然が危機にさらされることにつながった。今回はいくつかの資料を見ながら小笠原諸島の貴重な生態系とそこに住む人々の生活を守るためにはどうすればよいか、それについて一緒に考えていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。まずこちら最初に見てほしいのは新聞記事です。見出しに貴重な自然脅かす外来種、こういうふうに書かれているけど、これは小笠原の生態系に迫る危機について報じた新聞記事なんだね。小笠原諸島というのは30余りの島々からなっているから、その中の南硫黄島というところに調査隊が向かった。こうやって記事が書き始められています。調査の目的は世界自然遺産に登録された小笠原の生態系を探るっていうことで、そこには確かに豊かな自然が広がっていた。小笠原諸島の中で村人が住んでいるのは父島と母島だけで、その2つの島は船で 2,3 時間の距離なんだけど、調査隊が入った南硫黄島は父島からなんと船で19時間もかかるの。だから無人島である南硫黄島には手つかずの自然が広がっていた。そこで新種のカタツムリを見つけることもできたわけ。ところが村人が2000人ほど住んでいる父島には本土と船の定期便で結ばれているでしょ。そこには人の移動が発生しているから、人の手によって持ち込まれた動植物が繁殖してしまった。そして小笠原諸島の貴重な自然が脅かされている、そういった現状があるわけ。この父島では1990年代にカタツムリを食べるプラナリアという生物が発見された。このプラナリアの大きさは1センチから10センチぐらいで、本土から運ばれてきた植物や土に混ざっていた、こういうふうに考えられている。で、このプラナリアが持ち込まれたことによって父島では大型のカタツムリ5種のうち4種が姿を消したので、このプラナリアっていう生物、切断してもまた再生する、そういった生命力の強い生物で、未だに駆除方法は見つかっていない。どうやってこのプラナリアを父島から排除するか、その方法が今のところないっていうこと。だから父島では自然の被害が広がっているんだけど、この小笠原諸島の中で母島にも500人ほどの村人たちが暮らしているから、そして父島と母島の間も船で結ばれているから、今度は母島にまでこのプラナリアがやってきては大変だよね。だから母島では船の乗客に靴底の土を徹底的に落とすように求めている。こういうふうにね、人の手によって外来種が島に運び込まれ、貴重な自然が脅かされることで、せっかく登録された世界自然遺産から抹消される可能性もあるんだね。小笠原諸島においては外来種対策が十分ではない、こういうふうに判断されたら危機遺産への登録が勧告されてしまうの。だからなんとか人々の努力によって小笠原の貴重な自然を守っていかなければならない。新聞記事にはこう書かれています。で、次に見てほしい資料は小笠原村の村民の立場からまとめられた計画書です。これは2つあって、まず最初は
生かすべき小笠原村の優位性、自然環境の保全と活用をしっかりやっていこうっていう資料と、もう一つは克服すべき小笠原村の不利性、航空路の開設による村民生活の安定の確保に関する文章です。小笠原諸島の父島と母島に住む人々が独自の生態系を持つ豊かな自然環境を持っているという優位性と、逆に不便であるっていう不利性、その2つを同時に抱えているっていうことが示されています。で、まずは優位性に関する資料から見ていきましょう。小笠原諸島というのは小さな島であるけど、そこでしか見られない生物固有種の割合が高い。だから非常に貴重な自然環境がそこにあるとして、世界自然遺産に登録された。ただね、その一方でその自然は人の手によって破壊されてきた部分もある。明治期の森林の伐採とか開墾、太平洋戦争でも影響を受けたし、外来種が持ち込まれた影響によって在来種や固有種の一部が絶滅したり減少したりした。だからこれらの自然を守るために人は積極的に働きかけなければならない。人の手による保全活動というのが必要である。再生事業とか外来種対策を人の手でしっかりと対策していかないと、小笠原の自然環境が持つ価値っていうのが失われていってしまう。その価値をしっかりと守るために私たちはしっかりと保全事業をやっていかなければならない。こういったことが書かれている。で、ここの部分は先ほどの新聞記事と同じようなことが書かれている部分だね。で、私たち村民はそういった小笠原諸島の自然環境をしっかりと守っていくためにこれからも努力を続けていきます。こういうふうに書かれているんだけど、一方でね、この豊かな自然環境っていうのは村民にとって貴重な観光資源でもある。こういうふうに書かれているの。現代社会において人間が生きていくためには経済活動をしなければならないんだけど、つまり働かなければならないんだけど、その時に観光業っていうのがこの小笠原諸島で住む人々にとって貴重な収入源となっているっていうこと。でももちろんたくさんの観光客が本土から押し寄せることによって自然が破壊されてはいけないよね。だからここでは先進的なエコツーリズムというのが実施されている。エコツーリズムっていうのは地域の魅力を観光客に伝えて、その価値とか大切さっていうのを理解してもらって、みんなに、あ、この自然はしっかりと守っていかなければならないんだな、こういうふうに考えてもらって、そこの自然の保全につなげる仕組みのこと。つまりね、小笠原諸島に住む人々はこのエコツーリズムを活用しながら自分たちの収入を確保する生活を守りながら、豊かな自然環境も損なわない、そういった道を目指しているっていうこと。村の人たちは自然を活用しながら自然と共生しよう、共に生きていこう、こういうふうに考えているわけだ。で、その次は克服すべき小笠原村の不利性について見ていきましょう。小笠原諸島で生活を続けるときに不利な面もある。それは本土とのアクセス手段が限られているっていうこと。先ほども言ったけど、本土と小笠原諸島の交通手段、移動手段っていうのは東京と父島を結ぶ船便しかないんだね。で、その船便も週に1回で片道24時間もかかる。となると、そこの小笠原諸島で住む人々の日常生活に大きな影響を与える不便な部分がたくさん出てくるよね。特に高齢者とか病人にとって、そんな長時間の船旅は非常に大きな負担になるし、そこで仕事を持っている人、家族を持っている人にとっても、本土に行かなければならない用事ができた時に本土と往復するのに通常は約10日ほどもかかってしまう。つまりその10日間もの間、島を留守にしなければならないっていうこと。これが小笠原村で住む村民にとって精神的、身体的、経済的に負担になっているっていうこと。あとね、まだあるよ。地震とか津波などの大規模災害がやってきた時、もしね、船を止める港の施設が使えなくなった時、本土からの救援物資とかがちゃんと運ばれてくるのかな、そういった不安も持っているの。だからね、多くの村民が望んでいること、それが航空輸送手段の確保だっていうの。つまりこの小笠原諸島に空港を作って航空便を開設すること。そうすることによって村民はいざという時に短時間で本土まで行けるようになるよね。そういった安心感を村民たちは望んでいて、村民の生活を安定させるためには飛行機による航空便が開設されること、これが必要なんだ。そういうふうに計画書には書かれています。ただみんなにはここで少し考えてほしいんだけど、この航空便が開設されることになると本土と小笠原諸島の人や物の移動っていうのがより簡単に早くできるようになっていくよね。
それによって今よりもたくさんの観光客がこの小笠原諸島にやってくる、こういうふうに予想することもできる。今だったらね、小笠原諸島まで行くのに24時間もかかるから観光客も簡単にはやってこれないよね。でもこれが飛行機となると2時間ほどで移動できることが予想される。だから今よりたくさんの観光客がこの小笠原諸島にやってきて、それによってまた人の手によって小笠原諸島の自然が危機にさらされること、これが予測されるっていうわけ。ただね、その一方で小笠原諸島に住む村民たちがなぜこの航空便を心から願っているのか、それが次の資料から読み取れる救急患者の移送要請件数です。この小笠原諸島の中の病院では本土の病院ほど設備が整っていないから、どうしても内地で本土で治療しなければならない患者、病人や怪我人が出た時に、先ほど言っていた週に1回の片道24時間もかかる船便では間に合わない可能性があるよね。だからその時は海上自衛隊の飛行艇などを要請するの。そして緊急に内地の医療機関に運んでもらうんだけど、これはかなり大事だよね。で、そういった移送要請件数っていうのが毎年どれぐらいあるかっていうのがその資料で示されているんだけど、平成18年から平成29年まで毎年の要請件数が書かれていて、それは全て20件以上あるの。つまり毎年20人以上の救急患者が自衛隊などの協力のもと緊急で本土へ運ばれていってるっていうこと。だからね、この資料からもわかるよね。なぜ小笠原諸島に住む村民たちが航空路の開設を願っているのかっていうことが。でもね、その一方で次の資料も見てほしいんだけど、これは小笠原を訪れる観光船と観光客の数の変化、それをグラフでまとめたものです。で、このグラフを見るとね、平成23年から船の便数も観光客の数も大幅に増えたことが読み取れる。それまでは観光客の数は毎年2000人ぐらいだったのが、平成23年にはそれが5000人となって、平成24年には1万人を超えた。なぜこんなことが起きたのか、みんな平成23年に何が起きたか思い出してみて。そうだね、その年に小笠原諸島が世界自然遺産に登録されたんだった。だからね、みんなが小笠原諸島の素晴らしい自然を見たい、体験したい、こういうふうに思って片道24時間もかけて小笠原諸島に観光に出かけたんだね。で、その次の資料では父島の港周辺の観光客向け案内図というのが載っています。この父島っていうのが小笠原諸島の中で唯一本土と週に一度の船便によって結ばれている島だった。で、ここの地図で注目してほしいのは、父島の港の近くに観光客のための施設がたくさん集まってるっていうこと。まあそこは船が着く場所だから、交通の便がいいと考えられるし、そこの海で遊ぶ観光客も多いんだろうね。で、こうやって小笠原諸島は確実に観光地化していってるの。そして次の資料も見てください。こちらは小笠原エコツアー。小笠原の自然について楽しみながら学べる旅行ツアーの広告です。観光客はこういった広告を見て、小笠原諸島に行ってみたいな、そこで楽しみたいな、こういうふうに思うんだろうね。でもそういった広告の中でも小笠原の自然を守るための配慮がされている。このエコツアーっていうのは先ほど言ったエコツーリズムの考え方に沿った旅行。この広告の中でも法令とかルールをしっかりと守りましょう。で、ガイドの指示にちゃんと従って小笠原の自然を楽しみましょう。そういうふうに書かれている。で、さらに船に乗る前、山の中に行く前に靴底の土をしっかりと落とすこと、そしてカバンや服に植物の種とか虫がついていないか、それをしっかりとチェックしてください。こういうふうに書かれているの。これは小笠原諸島の生態系を守るために、そこの固有種を守るために、島に外来種を持ち込まないようにする、そのための配慮だね。ツアーの広告にもこのように書かれているの。で、ここまでいくつかの資料を見てきたけど、みんなだんだん分かってきたんじゃないかな。世界遺産を観光地にするメリットとデメリット。メリットとしては豊かな自然に対する人々の理解を促すことができる。そうだよね、実際にそこに行ってみて初めて分かること、感じること、それもあるはずだからね。そしてそういった観光客が村民の暮らしを支えている、自然が観光資源となっているっていうこと。で、一方でそういった自然を観光地とするデメリットとしては、その島の外部との往来が増えて、人や物の移動が増えて、そこに外来種が持ち込まれる可能性があるっていうこと。そうするとその島が持つ貴重な自然っていうのが脅かされることにつながっていく。これがデメリットなんだね。
つまり一言で自然との共存、こういうふうに言っても簡単ではない。一人一人が努力しなければならないっていうこと。みんな今回の資料を見ながらそれが分かったんじゃないでしょうか。どうですか、今回の授業分かりましたか？もう一回それぞれの資料を読み返して、小笠原諸島ではどのように自然と共存していったらいいのか、それについて考えていってください。それでは今日の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。